こんにちは、ピオキシャロウです。今回は愛知県の西尾市うがい町にあったトランクが落ちていて、そのトランクの中に白骨化した遺体が入っていたことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2019年10月2日午後1時50分ごろ、愛知県西尾市 宇賀池町の矢作古川の河川敷でトランクが落ちていると作業員から愛知県西尾署に通報があったということで現場に駆けつけた警察官が中身を確認したところ白骨化した性別不明の遺体が見つかったということで県警は事件の可能性があるとみて調べているということですでですね客観的な意見としては、まあ、まず怖いといったところ なぜトランクの中に白骨化した遺体が入っていたのか、まあ、あとその遺体の身元が判明してまあ探している人たちが分かればいいなといったこととか、まあ、あとは生きたまま詰められて白骨化したのか、それとも何らかのまあ事故ではないな。 殺されてで入れられてとか生きたまま入れられてとかどうなんだろうっていった意見が多かったかなと思います。でですねまず自分の気持ちとしてはそうですねまず怖いなといったところまあ何が怖いのかっていうとまあ中に白骨化した遺体が。 あったったていいうののも怖いんだけれど、まあ、そのちょっと想像させてしまうなというところですね。なんかまあ、まあ、おそらく人がやったんです。まあ、自分がトランクの中に入るとかないですよね。エスパイトくらいですね。えーまあ、誰かに詰められて発光、まあ、つかしたと。まあ、その際 生き,て生きたまま詰められたかそれとも死んだまま詰められたかっていうところは、まあ、これから分かってくるとは思うんですがうーんなんかそういう世の中ってとりあえず嫌だよねっていうところと、まあ、そんなことをする人っているんだなっていうところですねちょっと怖いですよねでも多分 詰めた人ってそのことが多分一生付きまとうんじゃないかなと思うんですまあ人殺したとかそういったことって多分感覚というか記憶が多分残ってしまってまあ一生まあ償うではないけれど付きまとうものであって、まあ、そういうことってやりたくないですよね本当に。 なんか一生後悔するというか、うん、自分の中で忘れたい記憶が一生残るのって嫌だしまず、まあ、人を殺すということも悪いことだし、うん、まあそういったことをしない方がいいですよって言ったところですね。まあ なんだろうねもしこの身元が判明してそれでその方の探している家族とかがまあ分かればまあ幸いかなと多分探している人とかがいるはずで、うんまあ、それで一安心ではないけれどその結果っていうのが分かるっていうのも うーんちょっと大事なことなのかなと残された人からしたらっていうところですねはいということで今回は愛知県の西尾市うがうが池,うが池町の河川敷でトランクの中から白骨遺体が入っていたことについてお話ししていきましょうでは ご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあね